彼はサッカーの日本代表キャプテンです。この方は吉田麻也です。吉田麻也は1988年8月24日生まれ、長崎県長崎市出身のプロサッカー選手です。セリエ A UC サンプドリア所属で、ポジションはディフェンダーです。2008年北京オリンピックにアンダー23日本代表として出場しました。2009年12月21日、若手中心のメンバーで臨む方針だったアジアカップ最終予選、イエメン戦に向けたフル代表に初招集され、この試合でフル代表デビューしました。2012年7月2日、ロンドンオリンピックに出場するアンダー23日本代表にオーバーエイジ枠として選出され、本大会では守備の要であり、キャプテンとしてチームを牽引しました。2019年1月、AFC アジアカップ2019でキャプテンとして優勝を目指すが、決勝戦のカタールに敗れて準優勝となりました。2021年東京オリンピックアンダー24日本代表にオーバーエイジとして選出され、オリンピック日本代表として3度目の選出となります。名人の話をもっと聞きたい方は、チャンネル登録をお願いします。